関係諸語とは古代朝鮮の三観で話されていた言語の総称である。新刊は馬観の東にある。そこの老人が語るところによれば、その昔、中国の新国の区域に服することを嫌って逃亡した流民たちが観に渡ってきた。馬観では、東の国境地帯の土地を割いて、彼らに与え、住まわせた。とされている。新刊の言語は馬観と異なり、 弁官と類同し、中国語とも類似していた。五漢書弁神殿によれば、弁官と新官は、上格や衣服などは同じだが、言語と風俗は異なっていたとされる。普通は、三国史の方が、五漢書よりも資料的価値が高いとされるので、岡田秀弘は、弁官と新官の言語の差は、同じ言語の中での方言差とする説を唱えている。南部の弁官。 神官には、漢人の他にも和人を居住しており、神官や弁官の言語とされるものは、和人語を指している可能性もあり、注意が必要である。和漢の地域は、後のくだらになったが、和漢語とくだら語は異なっていたと考えられる。というのも、くだら語は高句麗語と、和漢語の混合言語と考えられるからである。力気分は、くだらにおいて、 王族をはじめとする支配層と民衆を中心とする、非支配層とで言語が異なる二重言語国家だったとし、この二重言語状態は、コウクリと同じ付与系言語を話す人々が関係の言語を話す馬官の住民を征服したことによって生じたと推定した。くだらの王族はコウクリから出ているため、彼らは付与系コウクリ語を話していたと考えられる。一方で、くだらの民衆は、 関係諸語を話していた。新刊の十二カ国は、達王に属していて、新刊はそれで一つの政治勢力だった。達王は白木が台頭するまで、馬漢人だった。新刊の領域は後に白木となるが、白木語は現在の朝鮮語の直径の祖先であり、新刊語がそのまま、白木語になったかどうかは不明である。茅屋諸国は、三刊の部族によって設立され、 関係、くだらごとかやごが関連しているかもしれない。関係諸語の系統については未知である。沢田陽太郎は、新代中国の国家、韓からの移民が、朝鮮半島に居住し艦人になったとしており、その説を取れば、関係諸語は、ナ系言語であった可能性もある。ベックウィズは、関係諸語は朝鮮語族であり、7世紀から、非流語族の付与諸語にとって変わったと主張している。 ボビンとアンガーは、関係諸語は、非竜語族であり、4世紀に朝鮮語族の付与諸語に、とって変わられたとしている。フィンランドの、ユハヤンフネンは、先日本祖語が、シナゴ派と同様の類型論的特徴を持っており、三島半島近くの沿岸にいたアズマエビスの一種の言語であったが、朝鮮半島に侵入して、そこでコークリ語のような言語と接触して、 アルタイ語的な類型論的特徴を獲得した後、九州から日本に入ったという仮説を提出している。金宝館、ボビン、アンガーなどの研究者は、地名研究によって抽出された日本語に類似する単語が朝鮮半島中部に特に多いことを指摘し、これらの地名が高句麗語を反映したものではなく、朝鮮半島中部及び南部における先高句麗の 集団を反映したものであるとの仮説を唱えた。朝鮮半島南部の白木の歴史的古地に日本語に類似する地名が多く見られることについて、研究者たちは日本語系の言語が朝鮮半島、おそらくはそのうちのカヤにおいて話され、白木語はその基礎言語である、との理論を提案した。アンガーは、ヤヨイ人の祖先は朝鮮半島中部内視は、 南部から日本列島へ移住したのではないかと考えている。付与高栗の歴史的古地である朝鮮半島北部及び満州南西部においては日本語に起源を持つ痕跡は見つかっていない。一方で朝鮮語系の地名は満州から朝鮮半島南部までの朝鮮三国全域に広がっている。朝鮮半島における 無門時文化の担い手が現代日本語の祖先となる日、竜語族に属する言語を話していたという説が、複数の学者から提唱されている。これらの説によれば、現代の朝鮮語の祖先となる、朝鮮語族に属する言語は古代満州南部から、朝鮮半島北部にわたる地域で確立され、その後この朝鮮語族の集団は、北方から南方へ拡大し、 朝鮮半島中部から南部に存在していた日、竜語族の集団に置き換わっていったとしている。またこの過程で南方へ追いやられる形となった日、竜語族和社の集団が、弥生人の祖であるとされる。この朝鮮語族和社の拡大及び非竜語族和社の置き換えが起きた時期については、諸説ある。ジョン・ホイットマンや宮本和夫らは、満州から朝鮮半島南部に移住した非竜語族和社が、 無門土器時代の末まで存続し、琵琶型道剣の使用に代表される朝鮮半島制道器時代に朝鮮語話者に置き換わったとしている。一方で、アレクサンドル・ボビンは朝鮮半島の三国時代において、高栗から朝鮮語族話者が南下し、九ダラ、シラギ、カヤなどの国家を設立するまで朝鮮半島南部では比流語族話者が存在していたとする。 国史白木伝には、その言語名物、有二中国人という記述がある。また、五漢書、三国史新刊伝によれば、新刊は、旗の移民の子孫であるとする。五漢書弁神伝、弁神とも新刊草巨上閣衣服、皆同言語風俗優位。AB 沢田洋太郎、日本語形成の謎に迫る、P97、立期文、国語史、P36 べくいす。 クリストファー・アイ・コグリョ、ザ・ランゲージ・オブ・ジャパンズ・コンチネンタル・リレーティブス、ブリル、ISBN 978-9004-139497、ピアニッシモ二27から2十八、ボービン、アレクサンドル、フロム・コグリョ・ツー・タンナ、スローリー・ライディング・ツー・ザ・サウス・ウィズ・スピーカーズ・オブ・プロト、コリアン、コリアン・リング・イスティックス、15-222-240、ドイ、10.1075、 キロリットル、15.203ボフ、ピアニッシモ、237-238アンガー、J. マーシャル、The role of contact in the origins of the Japanese and Korean languages, ホノルル、University of Hawaii Press, ISBN 9780824832797P87UHAYANFNEN, A Framework for the Study of Japanese Language, Origins, 日本語系討論の現在国際日本文化センター、京都、2003年、477から490ページ。ブレージック2006、P6、ベルウッド、ピーター、ザグローバルプリヒストリー・オブ・ヒューマン・マイグレーション、モールデン、ブラックウェール・パブリッシング、ISBN9 兆7811億1897万 591AB ・ボビン、アレクサンドル、 フロムコグリョツータンナ、スローリーライディングツーザーサウスウィズスピーカーズオブプロト、コリアン。コリアン・リングイスティックス15、222240、D、キムーン・ラムゼイ、S ・ロバート、A History of the Korean、Language、ケンブリッジ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ISBN 9780521661898AB ホイットマン、ジョン、ノースイースト、 アジアンディングイスティックエコロジーザードベントオブライスアグリーンコリアジャパンライスヨン百四十九百五十八ドイ十点一零零七 S 一二二八四零一一九零八零零アンガー J マーシャルザロールオブコンタクトインザオリジンズオブザジャパニーズコリアンランゲージズホノルルユニバーシティオブハワイアイプレス ISBN 97808248327978宮本、数を、アルケオロジカル、エクスプラネーションフォーザディフュージョンセオリーオブザジャポニック、アンドコリオニックランゲージズ。ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アーケオロジー4、5375。ありがとうございます。